プファルツ・ノイマルクト家は、プファルツ系ビッテルスバッハ家の分家の一つ。ノイマルクト・インデア・オーバープファルツに拠点を置いた。ノイマルクト上1410年の、新生ローマ皇帝兼プファルツ選定校ループレヒトの死後、プファルツ系ビッテルスバッハ家は4人の息子たちの家系に、分かれた。ハイデルベルクに拠点を置く次男の選定校、ルートビヒ三世の家系。 三男ヨハンに始まるプファルツノイマルクとか、四男シュテファンに始まるプファルツジンメルン家、いつ男一世に始まるプファルツモス家である。プファルツノイマルクト家の初代、プファルツノイマルクトコーヨハンは、カタリーナホン・ポンメルンとの結婚で、クリストフを設けた。母が、エイリクア・ポンメルンの妹であった縁により、クリストファは、カルマル同盟家のデンマーク、ノルウェー、スウェーデンの君主となった。 クリストファが死死を残さずに創生したため、プファルツのイマルクト家は2代で断絶した。北欧三国では新たに、オルデンブルク朝が開始された。父ヨハン以来の医療は、クリストファのいとこである、プファルツモス公夫を二世が継承し、プファルツモスバッハのイマルクトと呼ばれる両方が、成立したが、こちらも、夫を二世の代で断絶し、宗家の先定公フィリップが獲得した。 ありがとうございます。